前田育徳会、公益財団法人、前田育徳会は、加賀藩主前田家伝来の古書籍、古美術品、刀剣などの文化遺産を保存管理する公益法人、元文部科学省所管。所在地は東京都目黒区、小間場。所蔵の古書籍類は尊敬格文庫の名で知られる。前田育徳会が所有、管理する御子と教格文庫には、 日本初期の元存最古の写本や藤原定家室の土佐日記の写本など国宝琉球系を含む日本、中国の古写本、古漢本が多数収蔵され、日本史、日本文学などの研究に欠かせない重要資料と評価されている。これらの全容は、御子教格文庫国書分類目録及び御子教格文庫漢籍分類目録に紹介されている。このほか。 前田育徳会は、加賀前武伝来の会が、工芸品、長度類、刀剣甲冑等の文化財を多数所有している。所蔵の刀剣類の中では、古来、天下五剣の一つに数えられ、前田や第一の家宝として神格化されていた、三池光代作の太刀、大伝太、大伝太が名高い。二子教格文庫の閲覧は、許可を受けた研究者、大学教授、 助手他に限定され、一般公開はしていない。古書籍以外の所蔵品については、前大区徳会本部、東京都目黒区に展示施設がないため、所蔵の絵画、工芸品などの一部を1980年以来、石川県に帰宅し、石川県立美術館、金沢市の前大区徳会展示室で順次公開している。調度品、部具類などは、 金沢市の県独園に隣接する歴史的建造物、聖太積閣、聖村閣においても展示している、聖太積閣は幕末の加賀藩主、前田成康が母のために建てた御殿である。また、前田育徳階級像の下越のお文庫、加賀藩に関わる文書、資料類は一括して金沢市に寄贈し、金沢市が同市立玉川図書館にて保管整理している。 古書籍を中心とした前田家の収集の基礎を築いたのは、加賀藩五大藩主の前田名乗り、1643から1724であった。御琴教閣の名称は、後期が自らの収集を、御琴教閣蔵書と称したことによる。3歳で家督を継ぎ、80年近く藩主の地位にあった。後期は、名君と評され、学問、文芸の振興に力を入れた。 金沢市に残る日本三名園の一つ、剣六園も、後期の時代に造園されたものである。後期は豊富な財力をもとに、多くの貴重書を収集した。また、京都の同時に伝来した、当時百り文書、当時百語文書、現、京都府立総合資料館像の歴史的価値を認め、家臣に命じて文書目録を作成し、また、 分類保管のための文書箱100号を当時に寄進した。当時有利文書が、ほぼ完全な形で現代に伝わっているのは、後期の尽力による部分が大きい。彼はまた、工芸技術の育成にも努め、各種伝統工芸の衣装、技法などの実物見本や雛形を修正し、分類整理して箱に収めた、百工費賞という資料を残した。貴重面な性格であったと言われる、 前田綱則は古書の収集にあたっても自分の個人的趣味によってではなく学術的、資料的に価値の高いものを系統的に集めた。以上のことから彼は日本の文化財保護の先駆者と言えよう。前田育徳会の所蔵品には後期の収集品のほか、初代藩主、前田利家の妻、吉春院、松屋、三代藩主、 前田としつめの収集にかかるものも含まれている。吉原院は人質として徳川家康のもとに行った時代に多くの道具類、現代でいう古美術品を購入したと言われる。前田家は財力の点では多半を推していたが、戸様大名であったため、徳川家とは常に緊張関係にあった。前田家が学問、文芸の信仰に熱心であったのは、徳川家に対する無本を起こす。 考えのないことを明らかにするために、武力ではなく、学問、文芸に財力を注いでいるということをアピールする狙いがあったとも言われている。近代に入り、前田藩伝来品を交流化して永久保存しようとしたのは、十六代当主で公爵の前田利成、前田利成、1885から1942であった。前田家の文家から本家に養子として入った都成は、 養父の休止により、明治三十三年、千九百年、数え年十六の時に家督を継いだ。彼自身は外交官になることを希望していたが、前田家の当主は軍人となるべきだという周囲の意見を入れ、陸軍大学校を経て軍人となった。年なりは昭和十七年、千九百四十二年四月にボルネオ守備軍司令官となるが、同年九月五日、ボルネオ島。 カリマン担当置で飛行機ごと消息を断った。旧大名家、久江等に伝来した文化財は第二次世界大戦後の混乱期に散逸したものが多いが、加賀前え所蔵品は、尾張徳川家所蔵品と共に早くから公益法人化されていたため散逸を免れた。前田利成が公益法人の設立を決意したのは、大正十二年、1923年。 関東大震災の被害を目の当たりにしたことがきっかけであった。震災当時、前田公爵家の屋敷は東京市本郷区、現東京都文京区本郷の東京帝国大学、現東京大学キャンパスに隣接して建っていた。関東大震災の時、前田家の屋敷は難を逃れたが、先祖伝来の家宝を収蔵した土蔵は危うく消失するところであった。都市なりは、 加賀藩士家伝来の文化遺産の保全のため、大正15年、1926年に、公益法人育徳財団を設立した。法人は後に、公爵前竹育徳財団、さらに、前田育徳会と名称を変えている。育徳の名は、前田八神屋敷にあった、庭園、育徳園に由来する、前田八神屋敷の旧式地は、東京大学本郷キャンパスとなっている。 育徳財団設立の数年後、東京帝国大学のキャンパス拡充計画に伴い、前田家と大学との間で土地の交換が行われた。すなわち、前田家は本郷を引き払う代わりに、現在の東京都目黒区駒場の東京帝国大学農学部の用地を取得し、ここに邸宅を建てた。現在の目黒区立駒場公園がその跡地で、公園内には昭和4年、 1929年、春光の旧前田公爵帝洋館と、同5年、130年春光の和館が現存し、一般公開されている。前田育徳会の本部、三琴教閣文庫は、この駒場公園に隣接している。三琴教閣文庫の建物は、前田帝洋館の設計者でもあるく内い小匠寮、匠流の高橋貞太郎の設計になる、鉄筋コンクリート造りで、 昭和3年、1928年の春高。図書閲覧書、事務所、書庫、基調庫、門及び兵は、国の重要文化財に指定されている。前田利成の設立した、育徳財団の主要な事業の一つに、永陰本、複製の観光がある。財団では、大正15年、1926年以来、御事教閣総監と称して、 加賀藩伝来の貴重書を復刻し、大学等研究機関に配布した。第二次大戦による中断を挟んで、昭和27年、1952年まで64回にわたって観光が続けられ、67部の点石類が復刻された。これらは、用紙や装丁、巻子本、冊子本などの再現にも努めた、成功なもので、 この英印本自体が高額で売買される貴重書となっている。出典、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社2000による。ニコ教科文庫の閲覧は、事前許可を得た研究者、大学教授他に限定。美術工芸品等は、 石川県立美術館、金沢市で和町及び生た積み金沢市県六町にて順次公開している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。